マリオ・デ・マリア、別名、マリウス・ピクトルは、イタリアの画家である、ボローニャで生まれた。父親は、医師で、美術収集家で、曽祖,祖父のヴィンチェンツォ・デ・マリアはバイオリニストで指揮者として、サンクト・ペテルブルクで働き、祖父のジャッコモ・デ・マリアはよく知られた、彫刻家であった。両親からは、医師になることを望まれたが、芸術的な仕事を望み、はじめ音楽を学び、その後画家になるために、 ボローニャの美術学校に入学し、アントニオ・ピッチネリに学んだ。美術学校の雰囲気に満足できず、先輩画家のルイージ・セラと親しくなり、マッキア派の作品や15世紀美術などを研究した。セラやラッファエレ・ファッチオーリ、ジョバンニ・ベディニエといった画家たちと、オーストリア、ドイツ、フランスを旅した。1874年に、ボローニャの展覧会に出展し、 1874年には、リボルノの展覧会に出展した。1878年には短期間パリを訪れ、バルビゾン派の画家の作品を研究し、パリ万国博覧会を見物した。1882年に、ローマに移り、ジョバンニコスタやビンチェンツォカビアンカがスタジオを開いていた。同じ建物にスタジオを開いた。1883年に、 コスタが設立した美術家グループインアルデリバタスの展覧会に1886年に出展し、有名な詩人がブリエーレ・ダンヌンツヨの地域を得て、ダンヌンツヨの著作の挿絵を描いた。インアルデリバタスからはメンバーのオノラート・カルランディと不仲になり1888年に脱退した。1889年からドイツで活動を始め、 ベルリンの国際展覧会に出展し、作品はドイツ皇帝に買い上げられた。1890年にブレーメンの画家エミリア・フォークトと結婚した。1892年にベネツヤアに移り、1895年から始まったベネツヤ・ア・ビエンナールの運営者、出品者として働いた。1905年に娘を亡くし、打撃を受けて活動が低調になるが、 スイスの病院で治療を受けて活動を再開した。1909年にはビエンナーレで個展を開いた。1911年にミラノで未来派の画家たちと展覧会に出展したが、そのスタイルは時代遅れであると批判された。その後、アーゾロやボローニャに移り、ボローニャで亡くなった。ありがとうございます。